皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、2023年上半期のマイベストコスメをご紹介していこうと思います。はい、もう上半期が早すぎた。年明け早々出産をしたりですね、その後もバタバタと新生時期が過ぎて今になるっていう感じで、でも自分のことを後回してなかなかねメイクをする時間も取れなかったような上半期だったんですけども、そんな中でも私の気持ちを上げてくれたような、ベスコスをご紹介していきたいと思います。結構最近は日常動画が多くって、朝日さんもうメイク動画とかやめちゃったのってねコメントとかもいただいたりとかするんですけど、そういうわけじゃないの。なんかもうそこまでね、まだまだ気持ち、体力、時間がねちょっと回ってないのがあって、申し訳ないなって感じなんですけども、徐々にね美容の動画も上げていけたらなと、個人的には思ってますので、ぜひ下半期も変わらずに楽しんでいただければなと思うんですけれども、はい、ということでちょっと前置き長くなっちゃったんですが、早速ご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目はですね、ベースアイテムですね。はい、こちらです。ジェルスチュアートのブライト&スムースセラムプライマーです。はい、この形のジェルのプライマーって結構ツヤ感が綺麗に出るアイテムが、今でもね、発売してるんですけども、今期ね初めてセミツヤマットに仕上がるプライマーが発売されたんですよ。で、それがこちらで、手元に出すとこんな感じで、やや明るめのファンデーションみたいなお色で、で、なじませていくとこんな感じでちょっとね肌を明るくも見せてくれるんですよね。これで比べると分かるかな、めちゃくちゃ綺麗に仕上がるの。すごくこう透明感もアップしていて、セミツヤマットなんで程よいツヤ感とペトペトする感じもなく、すごく綺麗に仕上がるのになんかすごく自然に見える。別にカバー力ってわけじゃなく、光でこう飛ばしてくれるようなカバー力なんだけども、ほんとこれだけでもねお肌を綺麗に見せてくれるから、ファンデーションなしでささっとメイクを仕上げたいときは、日焼け止めプラスこれだけで仕上げることも多かったです。これだけでも小鼻周りの気になるプツプツとしたね毛穴だったりとか、凹凸もブラをかけたようにこう綺麗に見せてくれるし、なおかつねロングラスティング成分が確か配合されてたので、時間が経っても仕上がりがすごい綺麗なまま続くので、そこら辺がすごく好きなポイントでした。上半期はこういうなんか使うだけでもテンションが上がるものっていうのに助けられた気がするので、これは今も引き続き使ってますし、下半期も登場回数は多いんじゃないかなと思ってます。続いてファンデーションは、はい、こちらでございます。ローラメルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクショントーンアップクッションです。はい、名前が長いね。はい、こちらは私がね普段からずっと使っておりますフローレスルミエールラディアンスパーフェクションクッションのトーンアップタイプになってまして、中がこんな感じでね、真ん中にトーンアップのお色が入ってるんですよね。このトーンアップカラーが入ったことで、通常のものよりもよりねしっかりと仕上げたお肌に見える感じがします。だからといってこう厚塗り感があるといったらそういうわけではなくって、これもさっきのジルと同様、光で綺麗に見せてくれて肌のアラをこの飛ばしてくれる感じがあるので、そういった意味でしっかりとした感じに見えるのかなと思ってます。私の場合本当に顔の中心だけ少量を重ねるだけなんですけども、もうそれだけでも、 もうこの通りとっても綺麗なねお肌に仕上がるんですよ。で、ローラメルシエのクッションは本当にね大好きで、薄付きで自然のお肌に見えるのにしっかりとカバーしたいところはカバーできていて、なおかつ時間があっても崩れ方が汚くない、っていうところがとっても好きです。通常のものもね同じぐらいのペースで使ってたなっていう感じはあるんですけども、今期新しく発売したっていうところでこちらをね、ベスコスに入れさせてもらいました。はい、そしてコンシーラーなんですが、今年は珍しく一つに絞れませんでした。私が選んだベスコスはこちらでございます。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーの 1N 版とアディクションスキンリフレクトフィックスコンシーラーの04番になります。このディオールのものは今年新しくリニューアルして、より保湿感がプラスされて、なおかつカバー力の持続力っていうのがねパワーアップしたっていうもので、これの前の商品はねもうずっと使ってたんですけども、全く持って減らない、まだ中ねたくさん余ってるんだけど、そういった意味ではハイブ
ブランド商品だけどもかなりコスパがいいと思います、うん、でこれの場合はコンシーラーだけではなくって、まあ、あのファンデーションとしても私は使う時があって、あんまり荷物を多く持ちたくない時とか好きな下地と、これだけ持っとけば、まあ、とりあえず綺麗な肌に仕上がりますね。で私の場合はね、目の下のクマのところに塗ってるんだけども、やっぱここら辺って乾燥が気になったりとかヨレが気になったりとかねすると思うんだけれども、そこら辺は安心して、使えるなっていう感じがします。私にとってはね、とにかくマルチに使えて安心感があるコンシーラーっていう立ち位置です。そしてこのアディクションの方ですね、アディクションのこれは、去年ベスコスに入ってたりとかコンシーラー業界をね騒がせてたアイテムかなって思うんだけれども、去年私はねこれを使う機会を逃してしまいまして、今年に入ってやっと使ったんだけど、やっぱめちゃくちゃ良かったです。こちらの特徴で言うと、もうピタッとフィットしたらもうよれないっていう感じ。時間が経っても色がね透けてこないですし、めちゃくちゃ薄くなんか塗りやすいですね。レイヤーで少しずつ少しずつ重ねて微調整がしやすいっていう感じ。カバー力っていう点で言うとどちらもすごくねいいと思うんだけれども、個人的にはアディクションの方がしっかりとカバーしてくれる感じがしました。まあ、だからといってすごく乾燥するっていう感じもないので、湿気の多いねこの夏のシーズンに関してはピタッとフィットしてくれるこういうコンシーラーっていうのはすごく需要があるんじゃないかなと思いますね。あ、ちなみに今日はベスコスの、まあ、商品の特徴だったりとか良さっていうのを説明してるんだけども、これらの商品を使ったメイク動画はねいつも通り撮ろうと思っていて、今日紹介した商品をどういう風に使ってるかとか、私の最近のメイク法を詳しく、ご紹介していこうと思うので、そっちの動画もぜひ楽しみにしていただければなと思ってます。はい、そして続いてが、パウダーいこうか。パウダーはこちらです。3のアドバンスドエシリアルスムースオペレータールースパウダーの02番グローマットです。去年ぐらいに結構ベスコス取ってたりとかねしてたものかと思うんだけれども、フェイスパウダーに関してはあんまり今季新しいものを使ってたというよりかはもうこれ一択でした。まあ、なんといってもこのパウダーの特徴はこのねもちもちのほんとマシュマロみたいなパフですね。このもっちもちのパフにもう消えるパウダーを合わせて使うことで、塗ってないような仕上がりなのにこうしっかりとフィックスしたいところはフィックスできてるっていうね、もう神のようなパウダーでございます。もう細かすぎるのよ粒子がね。パッと見の仕上がりはマットに仕上がるように見えると思います。こういったところはもうほんとフローレスにすごい綺麗に仕上げてくれて、で内側からにじむツヤっていうのはちゃんと残してくれるような気がします。うまく説明できてるだろうか。とにかく今までなかった感動するパウダーっていう私の中では立ち位置です。はい、そして続いてチークいきたいと思います。チークはこちらです。アリーのクロノビューティーカラーオン UV チークの01番と02番です。01番の方はピンク系のお色で、02番はオレンジ味のお色になってます。アリーの商品だけあってですね、 SPF50 プラスの PA4 プラス入っておりますクリームチークに、これがピンクの方でこっちがオレンジの方ですね。で結構パッと見色がしっかりとあるように見えると思うんだけど、これをトン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 ってお肌にのせてぼかしていくとすっごい簡単に綺麗にぼけてお肌の血色感に見せてくれるんですよね。こっちもそう、ピンクもちょっと蛍光っぽく見えるんだけど、お肌に馴染ませると馴染んじゃうんだよね。はい、2つ塗ってみましたけども、こんな感じになってます。とっても綺麗な血色感じゃない。でしかもね、1回フィットしたらもう全然よれないです。でなおかつ頬周りの UV 対策もしてくれるから、もうなんか一石何鳥なんだろうっていうぐらいのチークで、まあ、メイクに合わせてピンク系オレンジ系使ったりとか、あと混ぜたら混ぜたでめちゃくちゃね使いやすいので、まあ、結構混ぜて使うことが多かったかな。私のおすすめはやっぱクリームなので、パウダーをはたく前に、こちらをね塗って仕上げた後に最後粉っていう感じですね。今日1日外で歩いてること多いなっていう時とかはベース塗った後にクリームチークをいつもよりもちょっとしっかりめに塗って、まあ、頬周りの UV 対策した上にファンデーションを重ねたりとかしてもすごくいいと思う。今季感動したチークでございます。続いてハイライトはこちら、セザンヌのフェイスグローカラー02番のローズグローです。
もともと持ってたこれの01番の方もすっごい好きでずっと使ってるんだけども、こちらの方が、まあ、ローズのカラーが入ってることで赤みっぽい感じになって、私の肌トーンではこっちの方がより、馴染みがよく仕上がるなっていう感じがしました。で、基本的によく使ってるのはこちらのハイライトカラーですね。これがとっても綺麗なんですよ。わかりますでしょうか、こんな感じで、まあ、塗った方がちょっとピンク味をより感じてくれるんじゃないかな。この蒸気を含んだような使用感が、お肌にね、これも溶け込む感じ。粉感とかは一切ないので、肌の自然なツヤに見せてくれる。指でもう簡単にトトトトーンって、付け加えられるので、使い勝手もとってもいいなっていう風にね思っています。で、なおかつこっちのね、あのローズカラーの、チークの方、これもとっても可愛い色、こんな感じでね。で、これもちゃんとツヤ感が出てくれるので、ほっぺたのこんな感じ高くなって光を集めるところに重ね塗りとかするとよりほっぺたの位置がキュッて上がって丸っこく綺麗に張りを出してくれるので、まあ、そういう使い方もとってもいいんじゃないかなと思います。いや、このシリーズ本当に好きなので、いろんなバリエーションが今後も増えてくれたらいいなってね、期待するものですね。続いて眉アイテムがこちらです。ケイトのデザイニングアイブロウ 3D デュアルカラーの EX4 番です。 EX ってことなので限定商品ではあると思うんだけど、今のところまだあのドラッグストアとかで見かけるので、気になる方はお早めにっていう感じではあるんですけども、これは元々のケイトのアイブロウパウダーのケースにプラス2色加わって、なおかつね、この赤みのニュアンスが追加できるっていうのがもうめちゃくちゃ使いやすかったです。で、もちろん通常通りのブラウン の眉毛も仕上げられるし、これにちょっと赤み足したりとか、なんならちょっとマットのアイシャドウみたいな感じでも使いたいとかするので、1個あるととっても便利かなと思います。で、今日もこれ使って眉毛仕上げてますけど もうほんとほんのりふんわりこの赤みをね足すだけでも抜け感出てくれたりとか、より優しい印象にもこう作りやすいのかなっていう風に思うので、今のところこの4番しかね試してないんですけども、なくならないうちに他のお色も試したいなと思ってるぐらい、なんならやっぱ限定じゃなくって定番品に絶対した方がいいんじゃないかとね思ってるぐらい気に入っているアイブロウパレットになります。続いてアイシャドウですね。アイシャドウもこれ限定の春夏の限定の商品になるんだけども、これもまだネットとかだと発売していたので紹介させていただきたいんですが、ルナソルのアイカラーレーション EX28 番フローラルメイズというカラーでございます。はい、もうこのパレットの配色がね、とにかく私大好きでして、この春夏はねもうこればっかり手に取って使ってました。このねハイライトカラーが薄いねラベンダーカラーと薄い黄緑がこう混ざり合っているマーブル状になっていて、それにパープルとあとオレンジと、締め色がねセットになっているんですね。中でも私はこのハイライトカラーがねとっても好きで、手元にのせるとこんな感じなんですけども、なんかね光に当たるとパープルっぽくも見えるし、ちょっとこう黄緑の感じにも見えて、なんか透明感のあるおしゃれなハイライトに見えるんですよね。これにオレンジを重ねるっていうのがとっても好きだったんですけども、なんとなくこの相反するようなカラーの組み合わせなんだけど、一緒に使うことですごく統一感も出るし、どちらもやっぱり透明感がねしっかりとあるので、そんなにこう目も沈みすぎずに明るく、見せてくれる感じがしてすごい好きでした。パープルと締め色のブラウンも出すとこんな感じですね。手元に出した方がより、なんとかオレンジ感がね締め色出るかなと思うんですけども、これも深すぎずにすごい使いやすかった、よく使ったのはこの3色になるんですけども、この中になんかパープルがさらに入ってるっていうのもちょっとした遊び心があって、とてもねおしゃれなパレットだなと思います。で、このアイカラーレーションやっぱ粉質もとってもいいので濁りがないんですよね。それぞれのカラーの色味がしっかりと引き立ってくれるので、とても私のテンションを上げてくれた AI パレットだなと思います。
続いてマスカラはですね、こちらです。ウォンジョンヨのヌードアイラッシュ01番のシアーブラックです。これは中の液がこういう半透明になっていて、ここちょこと繊維も入ってるの見えますでしょうかね。そう、繊維で長さも出しつつ、この液がしっかりとね、カールキープをしてくれて、なおかつパンダ目に全くならない。これはね、ほんのりツヤも出してくれる感じがするので、まつげ自体が生き生きして見えるんですよね。で、塗ってる間にこう固まってきちゃうっていうか、使いにくい感じもないので、まあこれ、先がコームになってるんだけど、こっちの方がちょっと粗め。こっちの方がしっかりとつく感じなんだけど、このコームもとっても使いやすかったです。これをベースとして使って好きなマスカラ重ねてもいいし、普段のメイクの時はもうこれ一つだけでも今日みたいに綺麗に仕上がるので、とってもおすすめかと思います。はい、そして最後はリップになるんですが、リップもなかなか迷った末、二つご紹介したいと思います。まず一つ目が、ルルシャルブのフォーエバーフィットルージュの04番です。ギルティーピンクっていう、今日つけているこちらのカラーになるんですけども、YouTuber のななこちゃんのブランドで、こう一塗りでもね、しっかりと、この色が発色してくれるし、絶対取れないかって言ったらそんなこともないんだけども、色持ちもかなりいい方かなと思います。で、塗った時にこの縦じわがあまり目立ちにくい感じ？綺麗になんか均一に塗れてるでしょ。で、上半期はもうきっちりメイクっていうよりかは、ベース塗って眉描いてリップだけみたいな時も多かったので、まあ、そういった時にリップだけボンって浮きすぎずに、自然な唇に見せてくれるので、とってもこれは、活躍しました。で、やっぱさ、パケもちょっとコンパクトで、ポーチとかにも入れやすいし、可愛いよね。見つけやすかったっていうのもね、私が気に入ったポイントかなって思います。で、もう一つがこちらですね。RMK のザ・マットリップカラーの04番、間違えた、02番です。です。はい、こちらのカラーですね。これもね、パッケージがとっても可愛くて、ほら、薄い。水色なんですよね。で、名前の通りマットなんですけども、めちゃめちゃ扱いやすいマット。あんな感じで、スルーって今伸びたの分かった？マットのリップなのに、全然この乾燥する感じもないし、縦じわも目立ちにくいし、ふわーっとね、こうやって、ぼかすこともできるし、とてもとても扱いやすいです。これもめちゃくちゃ使ってました。やっぱね、唇ほんのりツヤのものが好きなんだけども、このマットをつけるだけでなんかおしゃれに見える。で、食べたり飲んだりしてても変な取れ方 しないし、比較的いろんなメイクにも合いやすかったりとかするので、これもすごく好きでした。ただね、ちょっと見てわかるかな？太いんですよ。通常のリップよりも。だから、無印とかで買うリップホルダー、リップをこう立てかけるやつとかに私リップは入れてるんだけど、はまらないんだよね。それだけがちょっと残念。普通の規格よりもちょっと太いっていうところで、収納に若干困るっていうね。まあそれは私だけの問題かもしれないんですけども。この二つは本当によく上半期は使っておりました。はい、下半期はですね、もう少し気持ちの余裕も出てくるかなというふうに思うので、いろんなね、コスメアイテムを試していけたらいいなっていうふうに思っております。これらを使ったメイク動画の方も次の動画ぐらいでご紹介していければなと思ってますので、ぜひお楽しみください。ということで、最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。